日買ったカップ麺、沖縄そばとサンドイッチで軽く朝食をします。レンズが曇ってしまいました。現地で食べると何気に美味しく感じるものです。ホテルをチェックアウトします。車にトランクを積みます。2日間大変お世話になりました。また来れたら嬉しいです。レンタカーにも大変お世話になりました。でも最後まで安全に運転します。レンタカーは11時30分頃に返却するので、近場のユートピアファーム宮古島に行きました。観光農園です。南国の植物がいっぱいありそうな予感です。入園料は1人360円。店内は団体旅行さんで混んでました。バナナは残念ながら時期的に難しかったです。残念です。駆け足で忍者走りをしております。倍速です。アップルマンゴー園、アップルマンゴー園も残念ながら時期的に忍者走りで通過します。残念です。はい、ここもマンゴー園がついております。これも残念ながらで通過、忍者走りで通過します。できそうです。中は暖かくて気持ちがいいです。ここは忍者走りでもゆっくりのモードで忍者走りをします。綺麗です。南国だなという花がいっぱい咲いてます。ハートのマークを作っていました。綺麗です。目が回りそうでしょうけど少し辛抱してください。これからちょっとゆっくりになります。鼻の中を通っていきます。今日はここぐらいしか観光する場所がありません。ホテルから20分ぐらいで着きました。
っぱしここでもソフトクリームです。500円でした。はい、宮古島空港に着きました。ここで宮古そばを注文しました。550円です。ここでこの旅最後になるであろう宮古そばを食します。お店は宮古空港の2階にあります。550円とは結構良心的な価格です。美味しかったです。肉とかまぼこは麺の下に隠されています。昔厳しい年貢の取り立てがあり、役人の目をごまかすためだと伝えられています。質素につつましく暮らしているように見せるためだとか。はい、ここで3日間無事に旅が終えたことを祝してビールで乾杯をします。ささやかな乾杯です。はい、乾杯。例の辛いブツもちょっと入れます。あんまり入れたら辛くて食べられなくなるので少し入れます。例のブツです。とっても辛いやつです。宮古島空港から下地島空港に移動します。バスで移動、料金は800円です。宮古島空港から下地島空港に向かう途中、綺麗な海を渡ります。本当に綺麗です。下地島空港で3時間待って、これから福岡空港に向かいます。3時間は結構長かったです。こうやって上空から見ると本当に海が綺麗です。この3日間快晴ではありませんでしたが、どうにかこうにか無事に旅行ができてよかったと思います。宮古島でそばの食べ納めをしたつもりでありましたが、那覇空港で3時間待ちです。ここでもまたそばを食べました。福岡空港に21時に着きました。これから自宅に戻ります。